今回はミシンの返し縫いについてレッスンしていきます。なぜ返し縫いをするかというと、先端のほつれ止めのために返し縫いをして補強していきます。サンプルで今返し縫いをしないで縫ったものを手にしています。返し縫いをしなかったら先端がどうなるかというと、このように力が加わった時に糸がほどけていきます。よくレッスンで生徒さんに、何かを縫ってる時に、ここは返すんですか、返し縫いをするんですか、しなくていいんですかって聞かれることがたくさんあります。もちろん返さなくていい場合もあります。大半は返し縫いをします。ということで、ビギナーズの方は作業中の混乱を防ぐために、縫い始めと縫い終わりは必ず返し縫いをすると決めてミシンをかけていただいたらいいかなと思います。テキストなどの表記ではこのようになっているんですけれども、これはこの縫い目のところに重ならなきゃいけないっていうことではなくって、 2,3 度このように返して縫えばいいよっていうことを表しています。返し縫いの場合、この元の線にぴったり合わせようとしてとても考えてしまう人がいるんですけれども、そうじゃなくって、むしろここをなぞっていればいいというぐらいの気持ちで繰り返して縫っていくっていうことをやっていただけたらいいかなと思います。いろんなやり方があると思うんですけど、一般的には縫い始めてきて帰って、これバックですね、帰ってそして直線に戻っていく、このやり方ですね。これは3回重なっています。縫い目がね、3度重なるわけです。2番のやり方なんですけれども、まずはバックをしておいて、そして直線に入っていく。1番と2番で説明しましたけれども、2番の方がおすすめな点は、試していただいたら分かると思うんですけれども、バックを最初にしていって、その上から直線に戻っていくので、とてもやりやすいんですね。1の場合は直線にから入ってバックにしていくので難しいんですね。そしてそれはその上をなぞろうとするので、グラグラしていったりするんですね。布目を外れていくというか、なのでこちらの方をやっています。それではスタートします。返しは 1.5 から 2 センチぐらいでいいですので、まずはそこにセットして、それではバックしていきます。そして直線に入っていきます。これで返しが終わりました。続いて1番を縫っていきます。まずは同じように 1.5 から 2 センチぐらい直線、そして返っていきます。最後直線に戻っていきます。1番と2番このように仕上がってきましたけれども、どちらでも構わないので、できれば両方とも試して上手になってくださいね。